おはようございます。今日も最高の一日に行きます。練習行きます。練習終了しました。今からお昼食べ行きます。今日練習で高級食パン、マジヤバくないさんからパンをいただきました。場所は高崎市飯塚町487。王道の食パンが1個とサンマスカットレーズンを練り込んだというか生地に入ったパンが2本、ストロングポイントらしいです。マジヤバくない、イエス北関東様、ありがとうございます。ぜひ皆さんも行ってみてください。高崎市飯塚町。ちゅ昼食食べ終わりました。今から昼活行きます。昼活終了です。クラブハウス戻ってトレーニングします。行きます。ランニング行きます。イエイ、ジョークです。トレーニング終了しました。帰ります。2日前かなからちょっと意図的に禅の習慣を取り入れてみました。瞑想だったり座禅だったり。きっかけは、まあ、先週英会話の時に先生が禅の魅力を熱く語ってくれたってことと、あとハジさんが、まあ、ふざけてかもしれないですけど、サッカーメンタルだからっていう風に言ってて、まあ、その2つがきっかけとなってちょっと生活の中に禅を取り入れてみたいなと思って、とりあえず、まあ、なんとなくですけど座禅瞑想の習慣を入れてみました。もともと自分理屈っぽい性格で、もう本当納得しないと前に進めないタイプだったので、考えすぎちゃうっていう癖があって、それがまあもちろんいいことにも転んだことはありますし、逆に悪いことにも転んだことがあって、まあ、哲学でいうところのエポケ、判断中心みたいなちょっとこう態度を取れるようにもなりたいなっていうところで、まあ、マインドフルネス内省、まあ、そういった態度を獲得するために禅の習慣入れてます。まあ、ちょっと継続的にやってみて、続けるか続けないか、まあ、とりあえず1ヶ月ぐらいですね。1ヶ月ぐらいは毎日何かしら禅っぽいところを取り入れてやってみようかなって思います。エポケーです。エポケー、判断中心。飯食います。夜活行きます。寝ます。今日ね、ちょっと面白い勉強方法を見つけて、チャット GPT を前々から数週間前から使い始めたんですけど、遊びでふざけて使ってたんですけど、それを使った勉強方法で、最初英語で自分で日記書いて、でその後それをチャット GPT に構成してもらって、正しい文章を覚えるというか音読したりするっていう方法で、日記って、まあ、大体自分で作るんで言い回しとかが、まあ、自分っぽいんですよね。で、自分っぽい言い回しなんですけど、その正しさとかがあんまりこう
ネイティブじゃなかったり硬かったり正確じゃなかったりするんで、それをチャット GPT に構成してもらうんですけど、構成してもらった文章もやっぱり言い回し自分っぽいんで、てか自分の言い回しが原型になってるんで、まあ、音読とかしやすいですし暗記しやすいんですよね。まあ、自分で一回文章作ってるのもあるんで、これいいなって、面白いなって思いました。テクノロジーすごいです。こんな感じです。最初自分で書いて、これをチャット GPT に構成してもらうっていう、面白いです。まあ、ちょっとね、楽しみながら勉強していきたいと思います。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。いきます。練習行きます。練習終了しました。帰ります。15分のワンアップ入れます。おやすみなさい。英会話に行きます。今日の英会話はレッスンじゃなくてテストです。英会話スクールにその入るときに最初テストを受けて、レベル別でこう君はどんくらいのレベルだからこんくらいの内容やるねっていう風に振り分けられるんですけど、今回は改めてそのテストを受けてレベルアップ昇級を狙います。頑張ります。英会話終了です。スコアアップテスト完了しました。レベルアップしました。レベルアップしたこと自体も嬉しいんですけど、その内訳みたいなのが出されて、語彙だったり発音だったり流暢さだったりいろんな項目あるんですけど、文法が結構伸びてて、これやっぱスタディサプリ関先生力あるなって思いましたね。絶対関先生のおかげなんですよ。文法の勉強も大事だなと思いました。あざます、関先生。すいません、関先生っていうのはそのスタディサプリっていうアプリで出てくる名物講師で英語の先生なんですけど、非常に分かりやすいんですよ。本当に分かりやすい。今まで中高の先生ももちろん分かりやすかったんですけど、うわこれめっちゃ分かりやすいなっていう関正夫先生です。 Twitter とかにもいるんで、もしよかったらあの検索してみてください。関正夫先生ありがとう。昼活いきます。昼活終了です。帰ります。最高の一日でした。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。行きます。練習行きます。練習終了しました。練習終了してお昼食べてシャワー浴びて、でクラブハウスの掃除、お風呂掃除をしてました。今からベイシアスポーツクラブに行って筋トレと有酸素をやります。ちょっと今日雨で外に走りに行けないので、ベイシアの方で走ろうと思います。行きます。トレーニング終了しました。筋トレ下半身とあとまあ有酸素やってきました。やっぱベイシアさんいいっすね。綺麗なんで雰囲気いいっす。あとそのランニング
マシン、トレッドミルとかバイクとかいろいろ他にも有酸素系のマシンあるんですけど、めっちゃ多いんですよ。めっちゃ多いんで待たない、待たなくて済む、これいいっすね。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。この後は帰ります。いやちょっと動画編集に時間使いすぎましたね。勉強します。勉強しないと。寝ます。夕食後携帯使っちゃってるんで撮影できなかったですけど、動画編集結構しっかりやって、でその後勉強もやって、7時過ぎぐらいから10時前ぐらいまで結構集中してできてよかったです。ナイスです。ナイス。寝ます。おやすみなさい。最高の一日でした。